買い続けてる。エビスさんとか買い続けてる。産業マルシェ二戸、続いてのステージは福田紙エンブリルの皆様によるステージとなります。本日の出演、国指定重要無形民族文化財エンブリについてご紹介いたします。日本各地には稲作に関係する芸能が伝えられていて、これを田楽と言います。田楽にもいろいろな形があり、年の初めに一年の農作業の所作などを演じて豊作を祈るものを予祝儀礼の田遊び、または田植え踊りといい、エンブリはこれにあたる芸能です。もともと小正月の行事だったことから、旧暦に合わせ現在は2月上旬から2月20日頃の間に行われています。芸能は3人または5人の太夫と呼ばれる舞手が、高さ60センチもある馬の頭をかたどったとされる特徴的な絵帽子をかぶり、エンブリ歌や笛、太鼓、手びらがねの拍子に合わせて舞います。舞方には2つの型があり、テンポがゆっくりで太夫の中心である遠くの鳴きが独特の所作で舞う長エンブリと、テンポが速く太夫が皆同じ所作で激しく舞う動産エンブリがあります。なお動産エンブリでは太夫が舞うことをすると言います。これはエンブリの名前の由来である農具のエブリが土をするように使われていたことからであると言われています。本日出演の福田紙エンブリ組は動産エンブリで3人の太夫で済みます。福田紙エンブリ組は八戸市の隣南部町からの参加です。南部町は南部藩発祥の地、旧南部町と以前は篠戸だったとされる旧長部町、旧福地村の2町1村が合併して誕生した町です。現在の八戸市の、から、旧福地村を越え旧長野町の一部までが篠戸だったのではないかということが歴史研究家の間では通説になっているようです。また本日は小中学校や高校の文化祭などで子どもが少数のため演目を厳選して披露することのことです。福田紙エンブリ組は国の重要無形民族文化財に指定されるまではその表紙の見事さで青森県の重要無形民族文化財の儀芸に指定されていましたので、演目の合間に表紙をお聞きいただける時間を準備しているとのことです。それでは福田紙エンブリのエンブリ組の皆さん、よろしくお願いいたします。
Thank you.
東京へ来て3歳ぐらいから松の前を習い始めて、だんだん上手になっていくと、今度は喜び舞とか芸術舞とか、特に登場が難しくなって踊りの方にも昇格していく。それで最後だったら松の前から始めるっていうのが、
はい、オーネルスガルでございました。これはですね、なんすったまスガルではございません。エングリグミではオーネルスガルと呼んでおります。さあ、次の演目の前に、はい、このまた違う教師、これをちょっと聞いてください。お喜びさあ何よ
血を吹かせていただきました。はい、それでは
って拍手大変ありがとうございます。はい、それでは、最後の演目になります。大変になります。修行納め久保止めで終わります。
力強いワイド演奏を披露